めちゃめちゃ何でもできるんだけど。はい、どうもこんにちは、ショマです。さて本日の動画はですね、先日発売されましたこちら、でーんと、DJI マイク2ですね。こちらを発売日に買いまして使ってみました。めちゃめちゃ便利な製品で、僕自身も仕事でもね、この YouTube の撮影とかでも使ってみて超いいんですけど、ちょっとね思うところがあったりなかったりってところなので、今回はそんな DJI マイク2のお話でございます。今回の動画では DJI マイク2とは、そして僕がこの製品をなんで買ったのか、気に入ってる点、そしてイマイチな点、このですね4点についてお話をしていきたいなというふうに思っています。まあね、ワイヤレスマイク市場っていうところも結構ここ数年で成熟してきた感じもするかなというふうに思っていて、まあ DJI マイク1もね実際かなりいい製品だったんですけども、今回マイク2が出てきて、もう決定版みたいな製品が出てきたなというふうに思ったんですよ。まあオズモポケット3とかね、オズモアクション4とかもそうですけども、かなり全体的にこう DJI の製品完成されてきたなっていう感じがなってきた中で、まあ使ってみてめちゃめちゃ便利だなというふうに思ったし、他のレビューアーさんの動画を見てもかなり便利だなっていうのはね、もう明らかだなっていうふうに思ったんですよ。なので今回のこの動画では、まあ、ざっくりと紹介をしつつ、どっちかっていうと使ってみて、あれここちょっとイマイチだなとか、あともう一歩ここ惜しいんだよなっていうところをですね、ちょっとこの動画でご紹介しながらですね、まあ、この製品がもう逆にどれぐらいすごいのかっていうところと、こういうところをある程度考慮して買った方がいいよっていうところをね、ちょっとお話ししていきたいなというふうに思っております。はい、ということでこのチャンネルでは、日常をもっと楽しむために、写真や映像をもっと身近にというテーマで、私ショマが発信しているチャンネルとなっております。ぜひこの動画いいなと思っていただけた方、チャンネル登録そして高評価していただけますと幸いでございます。また写真映像ともにですね、インスタグラム中心に SNS でも発信しておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということでですね、今回この手元映っているかなというふうに思いますが、 DJI マイク2ですね、こちらの製品について紹介をしていきたいなというふうに思っているんですけれども、このまず DJI マイク2というのはね、何なのかっていうところですよね。こんな感じでこの充電のドックに対してレシーバーが1つとトランスミッターが2つ入っているというような形で、カメラ1に対してワイヤレスマイクが2つ付いているセットとなっております。このセットを僕は今回購入をしました。この DJI マイク2とはですね、2024年の1月17日に発売されたばかりの製品となっておりまして、 DJI のワイヤレスマイクの第2世代ということになっております。今回のこの製品、何が特にすごいのかと言いますとですね、32ビットフロートでの内部収録に対応しているというところでですね、これどういうことかと言いますと、まあビット数ね考えると、まあ写真とか動画もそうなんですけれども、まあ、音のローに近いと言いますか、音割れしないっていうようなところになっているのがこの製品のすごいところになっております。で、動機も充電っていうところも、このね手元に映っているこのですねドックを使うことによって、オールインワンで簡単にできるっていうところも、普段の使いやすさにもつながってくるのかなというふうに思っております。で、この製品今この真ん中にレシーバーっていうのがあるんですけれども、カメラの他にもですね、各種 DJI 製品とも、それぞれ最適な状態で接続できるっていうところ、これをね、シームレスに、できることがかなりこの製品のいいところなのかなというふうに思っております。ではですね、この製品なぜ僕が買ったのかっていうところになってくるかなというふうに思うんですけれども、一つはですね、今ここで使ってるのも実はまだ旧式のものを今、音声つないでいるんですけれども、ロードのワイヤレス GO っていうものをずっとですね、僕4年ぐらいかな使ってきました。なので実は4年前からのやっと買い替えみたいな感じになってるんですね。で、正直今ですと、ロードのワイヤレスプロとか、ホーリーランドかなっていう、他のメーカーさんとかも結構このワイヤレスマイク市場成熟してきてですね、競合とかも含めてどの製品にしようかなっていうふうに思った時に、今回 DJI 製品のこの DJI マイク2が出たっていうところで購入した感じになっております。まあね、 DJI 製品が好きなのもそうだったし、まあ、DJI の、オズモポケット3とかアクション4とか他の製品もね多く持っていたので、そこのあたりの製品とのこう連携のしやすさっていうところも踏まえて、この DJI マイク2が一番、僕の使用用途に合ってるかなというふうに思って、今回すぐ買ってみたっていう感じになっております。はい、次はですね、気に入ってる点、ご紹介したいなというふうに思っております。まあ細かいね仕様とかどういうことができるのっていうのは、他の動画見ていただいたり、この動画でもこのパートの最後にですね、いろんなシチュエーションで撮った音声のデータも収録しておりますので、そこをちょっと見てもらえればと思うんですが、ざっくり説明をしますと、まずいろいろなデバイスと連携が可能っていうところでですね、カメラはもちろんそうです。このですね、手元に映っているこのレシーバーを使うことによって、カメラとこの トランスミッターを接続して音を収録することもできると。
とちょっとねここの上のところに見えるの分かるかな、ライトニングケーブルとかタイプ C ケーブルもあるんですが、なんとスマートフォンなんかとも連携できる iPhone とかも、アプリで連携ができたり、Bluetooth でも連携ができたりというところでですね、かなりいろんな接続の仕方ができるようになっております。今話題のブラックマジックカメラの、アプリとも連携してこのマイクを使って収録をすることができるというところで、かなりねいろんな形式に対応した、収録形式を取っております。そしてもちろん今さっきも言ったようにオズモポケット3であったりオズモアクション4であったりっていうこの DJI の既成製品とも連携がかなりシームレスにできるというところで、相当便利ないろんなシーンで活躍する、製品だなというふうに思います。であともう一つですね、いろんなものと連携できるというふうに言ったんですけども、なんとねこのトランスミッター単体でも収録ができるというところで、例えば音声だけちょっと今こう YouTube を撮って後で追加して撮りたいなと思った時とかに、これをですねピッと押すだけでですね、もう今赤いランプがつきましたが、すぐもう録音ができるということになっております。これでも今ね口につけるだけでこうやって録音ができてしまうっていうような形になっておりますので、サクッと音をきれいに取りたいっていう時にすぐ、使えるのがねめちゃめちゃ便利なんですよね。でこっちの本体のところの電源ボタンをね短く押すだけでこうやってね、今この黄色と緑の光変わったんですけれども、これだけでなんとノイズキャンセリングも対応したり、非対応にできたりというところで、このあたりのね操作性もいろいろこの中だけでもできたりするので便利な感じになっております。でしかも今みたいにこうやってね内部で収録するときに関してはですね、 32bit フロートっていうところで音割れがしない音が取れるというところでですね、どんなに大きな、声量で話したとしても後で、ね、編集で下げることによって音割れを回避して適切な音量で調整ができるということになっている、ある意味音のローと言いますか、そういった形式でも収録することができるようになっております。で、今回ね僕としてはマイクがね2つになったというところで、もともとワイヤレス GO って1つしか、トランスミッターというかこのね送信機がなかったので、インタビューでの撮影とか対談系の撮影もね非常にしやすくなりました。こういうそういった仕事もよくしているので、実際に使ってみたんですけどかなり便利でございました。しかも僕に関してはですね、オズモポケット3を買った時に実はですね、クリエイターコンボ買っているので、その中にねこの DJI マイク2の単体のねこの、トランスミッター1個だけっていうのはねついてきてるんですよ実は。なので僕この今回セットで買ったこの2つのトランスミッターに加えて、実はですねもう一つトランスミッターを持っているということになっておりますので、これももちろんね、はい、こんな感じでですね単体で収録することができるので、これだけでね3つのトランスミッターで収録ができるということで、同時にね3人の位置を収録することができるようになっております。ただ一つ注意しないといけないこととしては、このレシーバーに関しては、トランスミッター2つしか接続はできないので、まあこれもう一個余ったものに関しては、これ単体で撮っておいて後で編集で突合するような形になるので、ちょっとそういった工夫は必要ですが、一応3台のトランスミッターを、用いて、音声収録することができるようになりました。非常に便利でいろいろな可能性が広がる買い物だったかなというふうに思っております。ここからはですね、このマイクを使ってテストをしてみた音声がありますので、そこをちょっと流していろいろ聞き比べていただければなというふうに思っております。ちょっと映像は、使わないでちょっと静止画にしちゃおうかなというふうに思うんですけれども、ちょっと音だけ聞いていただければなというふうに思っております。あ今の音声がマイク1メインです。はい、どうもこんにちは、マイク1テスト中です。はい、今マイク1 α74 最適化で、ノイズキャンセリングをつけております。いかがでしょうか。今、内部でレックしていますが、ただいま、モフモフつけてるだけで撮影しております。今、内部でレックしていますが、ただいま、モフモフつけてるだけで撮影しております。はい、ただいま、トランスミッターに、リベラルのマイクをつけてテスト中でございます。ちょっと音割れしてるような気もするけど、 32bit だから多分音割れはしないんでしょう。大丈夫だろうと思いますが、いかがでしょうか。はい、ただいま、トランスミッターに、リベラルのマイクをつけてテスト中でございます。ちょっと音割れしてるような気もするけど、32bit だから多分音割れはしないんでしょう。大丈夫だろうと思いますが、いかがでしょうか。では最後にですね、ちょっとねいまいちな点っていうところをフォーカスしてお話をしたいなというふうに思っております。正直ですね、この製品割と完璧すぎるんですよ。後の編集のことも考えてもそうだし、これだけいろんなこと、いろんなデバイスと接続できるっていうことなので相当便利なんですけれども、ちょっとね気になることっていうのがあるので、今回そこにフォーカスしてお話をしていきたいというふうに思っております。まあ、いろんなレビュー見てても正直めちゃめちゃいい製品じゃんって思うんじゃないですか。なので逆にこういったお話の方が面白いんじゃないかな
なというふうに思ったので、そちら、集中的にお話をしていきたいなというふうに思っております。いまいちな点ですね、今回6つほどちょっとピックアップしてみました。まず1つ目でございます。まずね、ちょっとね、根本的な話になっちゃうんですけども、できることが多すぎて 100% 使いこなすのが難しいっていうことをですね、これはあくまで僕の問題なのかもしれないんですけども、実際使ってみるとですね、結構このボタンを1つ押すことによって何かの機能がついたり、違うボタンを押すことによって、ここを短く押すことによって、例えばこうノイズキャンセリングがついたりつかなかったりとか、1個の、ね、ボタンに対して、ね、割り当てられてる機能が結構多いんですよ。なので、久しぶりに使ったりすると、あれこの機能ってどこにあったっけってなるなっていうふうに思ったのと、いろんなデバイスとこう接続をしまくってしまくってって変えてると、途中で頭こんがらがっちゃいそうだなっていうふうに思ったので、いろんな機能この小さなボディにこれだけ収めてくれたってのは本当にすごいなと思うんですけども、逆にちょっとね、簡素化しすぎて難しいっていうところはちょっとあるのかなっていうふうに思います。僕自身も実際使ってみて、あれこの機能ってどこにあるんだ、これってどうやって収録するんだっていうの結構あって、そのために調べながらやったりするんですけど、そういった情報に関しては出てすぐなのでまとまってなくて、探すのに時間かかったりとか、実際に仲いい YouTuber の渡るくんとかにも聞いてみて、これどうやってやったとか、この機能って実際使えてるみたいなところとかも含めて情報交換しながら、使ってみたっていう経緯があるので、パッと使うには、ね、意外と難しかったりするなっていうのを、いろいろな可能性をこう無限に秘めたこの製品のいいところでもあり、ちょっと難しいところだなというふうに思いました。2つ目でございます。主要なカメラに対してのプロファイルがね、少ないっていうところですかね。ここをちょっと僕意外だなというふうに思いました。これどういうことかと言いますと、はい、今ねレシーバー手元に移しまして、キュッとやるとレシーバーの設定というのがあります。ここでですね、推奨のカメラ設定というのがあるんですね。はい、でこの推奨のカメラ設定っていうのをちょっと押してみると、例えばソニーだったら α7-4 とかっていう風に感じて、いろいろなね、接続のこう最適化された設定が中に入っているっていうね、これなかなか面白い機能かなというふうに思うんですけれども、じゃあソニーじゃなくて、じゃあ僕が使っているもう一つのブランドですね、ニコンさんとかっていうのに出してみるとですね、ちょっと見にくかったら申し訳ないですけど、 Z8 が今映ってるかなっていうところで、じゃあ次隣 Z50、 Z6、Z6-2、Z7、Z7-2、D850?D810? D750? D780 っていうような形で、なんで Z9 入ってないのっていうところ、あとまあ僕が持ってる ZF も入っていないっていうところになるので、これはちょっと、どういうことなのっていうふうに思いました。また、別に、富士フィルムさんでね、こうやって選択をしてみると、富士フィルムの中で XH2S、XS10、XT3、XT4 以上っていう感じになっておりまして、なんで XS20 とか XT5、 あと XH2 っていう、まあ僕が持ってるのは XH2 なんで、ぶっちゃけ XH2S の方で設定しても大丈夫かなというふうに思うんですけども、なんでこのプロファイルにしたみたいなところがね、ちょっとね、なんか数世代古いものとかがメインで入ってる感じがしております。まあソニーでもね、こうやって見てみると α6400、600、α7S、α7C、α7M3、α7M4、α7R3、α7R4、R5、α7S2、S3、FX30、FX3、ZV-E10、ZV-1 はなんでないのとかっていう感じで、なんかね、あれこれになんで倒してるのに、なんでこれ倒してないのみたいなものが結構いろいろあったりしますっていうところで、このセレクトはどうなんだろうっていうのがちょっと正直思ったところでございます。まあ近いものを選ぶことによって、ある程度のね、適正なものはできると思うのでいいのかなというふうに思うし、全部を求めるのって到底無理だとは思うんですけども、ちょっとどうなのかなっていうのが思ったところですね。はい、で3つ目でございます。音質の問題でちょっと音がこもるかなというところです。で多分今さっきね、音声のサンプル流した時にも、少し今こうやってロードの音ないし、この僕今ね、ピンマイクは実はソニーのやつを間にかませて使ってるんですけど、この音に比べるとね、ちょっとね、音がこもってるんじゃないかなというふうに聞こえたと思います。でこれを解消するためには、例えばファイナルカットの、最初からある機能で広域増強っていう、こう高い音をこう抜けを良くする、編集であったりとか、あとはこれみたいにね、こうやってこういうふうに別のピンマイクをつけてあげるっていうふうにすると、そういった音質のところ改善されるし、まあ、編集でもちろんね、調整することはできるので全然問題ないには問題ないんですけども、元々のデフォルトの音があまり僕個人として
ちょっと好きじゃないっていうところがあります。これは他の方もね結構言ってたので、ちょっと音がこもるよねっていう話は全体的にそうかなというふうに思うので、ちょっと気にしてもいいポイントなのかなというふうに思っています。でね、これを踏まえまして、僕実はねこのロードの、ワイヤレス5につけているソニーのピンマイクで ECM-C115 っていう、ものをつけているんですね。いろいろテストしてみた結果、このピンマイクと今回の DJI のマイク2を接続してあげると、音の質は今ワイヤレス5で撮ってるものとほとんど変わらなかったので、あ、じゃあこのピンマイクやっぱめちゃめちゃいいんだなと思って、じゃあちょっと追加で買ってみようかなと思ったんですけど、なんとねこのソニーのピンマイク廃盤になっておりまして、後続のものも出てきてないということになっておりましてですね、非常にショマ泣いております。なんで一応 YouTube 撮るようにはこれをまたそのまま使えばいいので問題ないんですけども、こういろいろ対談したりとかインタビュー動画を撮ってる時とかもね、もう2つ欲しいなというふうに思ったりするんですけどもね、これがどこにやってもやっぱ手に入らないというところで非常に悲しくなっております。でソニーさん、ちょっとあの ECM-C115 のこれのですね新しいバージョンをちょっと出していただけるとありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。気になる点4つ目ですね、2台までしか接続できないというところでございます。で3台接続できると理想的だなとか、まあ予測で4台接続できると5台接続できるのってなるかもしれないんですけども、もうちょっとねできるといいなというふうに正直思いました。例えばこうやってインタビュアーが1人いて、対談の人が2人いてとかってなる撮影が結構僕はあったりするので、そういった時にね3つ同時に接続できると後の編集楽だなというふうに思うんですけれども、まあとはいえこの子単体で32ビットフロートの音声が取れるので、じゃあまあ後でこれはこれで別に撮っておいて編集で混ぜてあげるっていうようなことをしてあげれば特段問題はないので、まあそんなにね気にするところではないんだけど、ちょっと気になるなという点でございます。で5つ目ですね、オズモポケット3クリエイターコンボを持っている人用にこのセットプラストランスミッターが1個少ないバージョンっていうのを作ってくれればよかったのにっていうふうに思ったことですね。僕個人としてはこれのセットでプラスもう一個ねトランスミッターがあるってなっても、別にこれはこれで仕事で全然使えるからいいんですよ。いいんですけど、一般的な人を見た時に絶対にこんなにいらないよねってなるかなというふうに思います。ただもうどうしてもねオズモポケット3買った時にこれ1個持ってる人で購入するにしても、やっぱこのフルセットないとこのマイク2の、全部の機能を使いこなせないってなった時に、ここをね1個少なくしたプランを絶対に出すべきだなというふうに思ったんですけど、まあねそれでも買うだろうと思ってそうしてるのかもしれないなとかっていろいろ思ったりするんですけども、ちょっと惜しいなという、売り方的に惜しいなという点でございました。でもしこの売り方をするのであればトランスミッター同時接続3台とかもできるようにしてほしかったなというふうに思っていた次第です。最後の点がですね、これめちゃめちゃ細かいところかなというふうに思うんですけど、ポケット3でトランスミッターを、同時接続して収録した時ってこっちのトランスミッターそのものにも実は32ビットフロート録音のものがね同時に収録できるんですよ。オズモポケット3の方にも音が入るし、こっちはこっちで別にデータが入っているというような状態になるんですよ。なんですけども、なぜかこっちのレシーバーを使って、カメラで収録した時にですね、このそれぞれのトランスミッターに音は別で保存されないんですよね。本体には収録されるんですけども、これそのものに接続されないっていうところになるので、32ビットフロートの内部収録使えてないっていう現象が起きてしまうんですね。ちょっとね説明もなかなか難しいぐらい細かいんですけど、オズモポケット3とこれのセットだった場合はすぐにどっちにも音が入るので何も気にせずできるんだけど、このレシーバーを使って収録しようとした時にカメラのボタンだけパチッと押してると32ビットフロートで録音できないっていうことになります。でこの場合どうすればいいのっていうのね、めちゃめちゃ僕調べたけどよくわかんなくて、これもね渡るくんに聞いてみたらですね、なんと普通にカメラの方でレックしてからこっちもこっちでレックボタンを押しておくと、まあ、一応ねこのレシーバーのところに赤い録音マークがつくんですけど、その状態になっていれば、カメラでも収録できているし、この本体でも収録できているよっていう、まあ、要は一手間加えることによってできるっていうことになっているみたいなんですね。でもねポケット3の方は途中のアップデートでどっちでも収録できるようになったので、レシーバーの方にもねその設定を最初からつけてくれればいいのになーっていうふうに思ったんですけども、今のところでも多分それはできないっぽいので、32ビットフロートでの収録をちゃんと使いたい方に関しては、カメラの録音と別にこのレシーバーの方もポチッとレックしていただいて、別撮りしておくっていう必要があるのかなっていうところでございました。はい、ということでですね、今回の動画いかがでしたでしょうか。
まあ、正直ねこの、DJI マイク2めちゃめちゃいい製品すぎて普通に紹介するだけではちょっとつまらないなというふうに思ったので、実際に仕事の現場でも使ってみまして、ちょっとこういうところに課題を感じたなっていうところをね、こと細かめではあるんですけれどもちょっとご紹介をしてみました。でもベースめちゃめちゃいい製品だっていうのは多分伝わったんじゃないかなと改めて思うんですよ。そんな中でこれぐらい細かいことしか言うことがないっていうところもあるかもしれないんですけれども、実際に使ってみてだったりちょっと買うときに思ったことっていうところをね、率直な形でレビューしてみました。参考になりましたら幸いでございます。ということで今回の動画いいなと思っていただけた方はチャンネル登録そして高評価していただけますと幸いでございます。また SNS もやっておりますのでぜひチェックしてみてください。なかなかマイクのことはね、僕自身まだまだ勉強途中っていうところではあるので、実際にこの DJI マイク2を使って、音声収録をいろいろ試行錯誤していく中で勉強していければなというふうに思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ショマでした。バーイ。